はい皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です、えー。これより2018年の本試験向けのま応援メッセージということでね、えー、短い時間になりますけれども少しこう皆さんにメッセージをねお伝えしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、えー、ということでこのメッセージを聞いていただいている時期というのは本当 日本試験直前だと思います、えー、なので、まあ、今更しのごの皆さんに言ってもまあしょうがないかなというところありますのでそうです、ね、あのまあ一言二言になりますけれどもお話をさせていただこうと思います。まず 一言で皆さんにお伝えしたいこと何かというともうとにかくここまで来たら皆さんが今までやってきたことをとにかく信じてぶれないで自分のやってきたことをそのまま出すんだという意識ですねこれを持っていただくことが非常に大事かなと思いますまああの当然不安なところはいっぱい残りますよね当日も不安なまま試験を受けることになる方が多いのかなと思いますけれどもそこで例えば 直前で何かを、ね、こう心配して新たに手をつけてもやっぱりもう手につかないことがほとんどになるわけです。ですからそれまで1年間皆さん自身が積み重ねてきた自分のやってきたことを信じるこの気持ちを、ね、忘れずに本試験の会場でも精いっぱい自分の、ね、ベストを尽くしてきていただくという意識の方がないいのかなと思います。まあ、あの私自身も こう少し緊張するタイプなんですけれどもそこでやっぱりじゃあ緊張するのが悪いのかといったことを考えるとそんなことはないわけです多少の緊張は当然必要ですしじゃあその緊張している本試験皆さんね1年1回の試験だから当たり前緊張するのが当たり前の中で何をしていくのかというのはもうここまで来ると結果は気になりますけれども。 自分がご自分が今回の本試験の場でできることをすべてやってくるんだやり残しが一つでも二つでも少ないように全力を尽くしてくるんだっていう気持ちこの今できることに注目してとにかく自分が今までやってきたことを信じてブレずにやりきってくるというのが結果的に皆さんのまああのー いい結果にねつながることが多いと思いますなのでここまできたらもうとにかく自分の今までやってきたことを信じてブレずに精一杯自分のやれることを本試験会場で出し切ってくることをね目標にぜひ頑張ってきてくださいえ皆さんのえー、嬉しい笑顔で報告を一つでも多くいただけることを楽しみにしていますえそれでは、えー、今年の本試験ぜひ頑張ってきてください応援しています